プレイステーション3の話は一旦聞きまして、はい、プレイステーションの携帯ゲーム機という括りで今度お話しさせていただきます。はい。ポータブルも含めます。はい、はい。まあ、そうですね、ビータの話もしたいですが、まず先に一応ポータブルの話をさせていただきますと、一応プレイステーションポータブルが今年7年を迎えました、発売して。で、ね、相変わらずこう、モンハモンハみたいな空気が、まあ、ずっと続いてて、昨年末に発売されましたモンスターハンターポータブルサードの勢いがですね、今年にずっと続いてきてました。最初の段階でですね、まあ、モンスターハンターポータブルサードの新米ハンターズパックが発売されたり、その他のいろんな新、本体のパックですね、がいろいろと展開されて、品薄状態がね、一時期あったぐらいです。すごいよね。モンスターハンター人気はすごいですよね。そうですね。で、その勢いがですね、まあ、ずっと続いてくれて、かつ、まあ、なんだかんだ言いながら、後半、先ほども話しましたが、ファイナルファンタジー0匹とかが、まあ、ヒットもしてくれましたし、割とその、ね、目立たないようで水面下でしっかり、売り上げを伸ばしてきて、まあ、今、なんだかんだで、日本で1800万台売り上げることができました。海外ではちょっと寂しいという部分もありますけど、海外においてもですね、別にアピールをやめてるわけではなくて、例えば無線 LAN を搭載して、低価格の新型 PSP というのを発売してみたりとかしてるみたいですね。まあ、日本で出さなかったですよね、結局。日本では今のところ未発売ですね、はい。はい。っていうのもあったりして。ね、まだまだ PSP 結構、まあね、日本においてはですけど、やっていけそうじゃんというこの空気の中、プレイステーションビータが、まあ、ちょうどこのラジオが公開される日に発売されます。ほう。我々の喋ってる段階では当然発売されてませんので、当然成果なんてわかりません、はい。行列ができてるでしょうとしか言いようがありません。はい、テレビ局的に言うと今日発売です、イエーイみたいな。はい、そうですね。そんな、はい、そうです。そんな綺麗事は嫌なんで私は。はい。で、まあそのプレイステーションビータもですね、まあ1月頃にようやくぼやぼやと情報が出てきて、で、E3 で正式名称、メインとなる機能、が発表され、まあ、3G 回線のプランがどうたらこうたらなんて噂が流れてる中、9月14日、東京ゲームショウの前に行われたカンファレンスにおいて発売日、3G 回線のプラン。あとはですね、まあ、ニコニコ動画とのなんか連携を取ったりとか、ロンチタイトルどっさり発表したりとか、いうこともしました。で、まあ、さらにね、まあ、いくつか、疑問として上がってた中の一つで PSP のパッケージタイトルって遊べないんですかという話に対して、カンファレンス当時は、まあ、検討中ですってした中、その2ヶ月後ぐらいにですね、11月に、UMD パスポートというサービスで、まあ、遊べるようになんとかしますということで、発表されました、11月19日から体験会もぐるぐる回っておりまして、で12月17日発売確保している予定という感じはい。海外では、北米では、2012年の2月22日に発売と、別に2がね、いっぱい言ってるからなんだって話もあるんですけど、来年の2月3月、3ヶ月遅れに発売される予定となっております。おはい。まあ、PSP と PSP との話、今同時にやっちゃいました。そう、いいと思います。はい。終わっちゃいましたよ。いや、ちょっとごめんなさい。ビータの話なんですけど、はい、さっきの売り場の雰囲気がね、みたいな話で思ったんですけども、はい、やっぱ、新しいゲーム機が出るってすごい大イベントだと思うんですよ。はい。その日なり、あるいはその何日かした後にお店に行って、このソフトがバーって並んでる様ってすごい説得力あると思うのね。はい。ありますね。だから、ローンチタイトルがたくさんあるっていうのは、俺はすごくいいことだと思うんですよ。ああ、なるほど。何のゲーム機とは言わないですけど、新しいゲーム機が出て店に行ったら、ソフトは3つしかありませんとか。あれですよ、ドリームキャストみたいな。だって64もそうでしたよね。64もよ。そうだったらゲームキューブもそうですよ。ゲームキューブもそうですよ。だから64人だったら1本、将棋ですからね。そうですよ。3ヶ月間それが続いていたという。そうです。信じられる。よく覚えてますね。あー、ねえ。ちょっとね、今からしたらありえないですよね。今考えたらよくやったよな、みたいな。いや、でもセガの開発インタビューと聞いて、本体先に出しちゃえばいいじゃんっていう時代だったらしいですよ、やっぱり。先に本体出しちゃって、もう、それから、後からもうソフトを追いかけていくっていう形を
戦略的に取って、それでもう大丈夫だろうっていうふうに、ドリームキャストの時でさえ言ってましたからね。そうだったんですか。でもその頃は、ゲーム機に、付加価値というものはほとんどなかったですよね。ないですね。それなのに、そうだったんですか。ドリームキャストはネットついてたんで、一応。ADSL 以下の細いネットで、ええ。あれで野球つくとか、坂つくとか、結構交流ありましたね、あの時は。なんかよく言いますけど、ドリームキャストは先を行き過ぎてましたよね。うん、10年早いですね。ちょっと、うん。今思えば、なんかね、360が、これドリームキャストだよな、みたいな話って結構してるじゃないですか、似たような話。これ全部ドリームキャストでやってたことだよね、みたいな。俺、ドリームキャスト好きなんですよ。僕も発売日買いましたね、ドリームキャスト。はい。まあ、ごめんなさいね、話が B だからドリームキャストになっちゃってね。全然です。話をすごい興味深く聞けて、私は本当にドリームキャストをちょっとしか触れてないような人間なので、すごい興味深く話を聞いてて。ゆえに、売れるソフトはどうせ何本しかないだろうけど、売り場に行ってソフトがガーって並んでるっていうのは、すごく大事なことだと思う、俺は。確かに、品揃えは重要ですね。そして、いわゆるインパクトですよね。はい。何なんか出てるやんって言った時に見るもんがいっぱいあって、すごい悩むぐらいのものがある。はい。ローンチタイトル数って25本、あ、20本ですよね、パッケージの場合は。パッケージ20本です。はい。まあ、プラス、ダウンロード専用タイトルとかがあって、はい。やっぱ、20本もあれば、一つの棚は作れますよね。あ、まあ、そっちですか。いや、ほんとそれはすごく大事なことだと思う。あ、確かに。うん、ね、3本だけ3種類のパッケージを1つの棚にずらーっと並べるよりはね。そう思います。いや、ほんとに嫌味なしで。あれは、なんですか、発売するソフトっていうのは原則ダウンロードでも全て売る体制なんですか？そう、みたいですけどね。ファミ通さん参照ではございますけど、ほぼダウンロード版もあったと思います。なんか買ったのもいくつかあったかな。100% じゃないかもしれません。はい。ごめんなさい。なんか、こういうブログやってたあれなんですけど、あれはメモリーカードも買わないと、基本的に本体メモリー的なものはないんですか？あれはメモリーカード、必要なソフトと必要ないソフト2種類あって、あるんですよ。で、必要ないタイトルの方が、やっぱり圧倒的に少ないんですよね。やっぱりメモリーカードをつけないと、もうソフトすら起動しないソフトあるんで。まあ、はい、僕としては、まあ、あって当然というような、そういう感じですかね。そういう認識です。ただ8メガで2500円ぐらいですよね。値段ぼったくりすぎですよね。ビータのメモリーカードは。独自企画なんで。そうですね。はい、その点は本当にプレステーションのポータブルなんか、よくね、メモリーがもう一緒に買うもんだみたいなのがすごい定着しちゃいましたよね。確かにそうですね。あれすごいことだと思うんですよ。そういうのをちゃんと知識として持たせるみたいなのは。ああ、なるほど。ただ例えば私とか、まあ皆さんもそうかもしれませんけど、Nintendo 3DS とかついてましたから、割とあれを一回感じたときに、ついてないことの方が、やっぱりどうなんだろうって思うようにまたなってしまったんですね。少なくとも私は。だから、やっぱり、3DS とか Nintendo ってやっぱり、子供たちがやるっていう前提がまずあるんで、やっぱり買ってすぐにやっぱり楽しめる状態っていうものをちゃんと環境を提供するということに対しては任天堂やっぱりズバ抜けてるっていうのありますよね、やっぱり。うん、はい。そっか。で、このビーターほら、2種類出るじゃないですか。3G 対応とそうでないやつと。はい。はい。あれは、でも本当に値段、本当によくやったよね。3万切ってくると本当に思わなかったっすよ。そうですね。そこは、はい。本体メモリーを妥協したのも、あると思いますし、それを踏まえても、やっぱスペックと機能で値段はやっぱインパクトありますよね。はい。いやー、ただPSP 持ってる知り合いとか聞いても、やっぱり高いって言うんですよね。やっぱ2万5千円高いわって言われるんですよ。それは、単純に価格面でですよね。そうそうそう。なんですよね、はい。コストパフォーマンスとかそういうのは置いといて。全然考えてない。はい、単純に高いという。単純に高い。買わないって言うんですね。うん、まあ、ケントワールド、違うな、ケントワールドさんとのラジオじゃないな。これの1個前のラジオの時に実は話したんですけど、PS ビータ発表された時に、まあ、2万5千円、3万円で、すげえ安いと、みんなが盛り上がって、うん、その
言ってる人のほとんどが何を言ってるかって言ったら 3DS とほとんど一緒だみたいなこと言ってたわけですよ。そうですよね。はい、で当時 3DS が25,000円でした、はい、ところが、はい、8月になって 3DS が15,000円になりました、うん、言ったらなんかみんな徐々に意見が変わってきてる、あれ25,000円ってすごかったよなみたいな感じの話になってきてるというか、なんかちょっと、はい、科学面で錯覚が起きてたんですよね。はい、まあ、錯覚もそうですし、はい、やっぱ人ってやっぱ比較するんですよ、どんな状況でも。はい、だからこそその先ほどのご友人の話でしたら、高いから買わないっていうのは結局今楽しめてるやつがあるわけじゃないですか。それに対してわざわざ25,000円出して新しい世界、しかも面白いかどうか分かんないみたいな世界に対してね、やるぐらいなら今の、まあ、PSP ですかね、 PSP はお持ちなのかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、PSP で別のソフトを買った方が安く済むし面白いしみたいな話になってくるわけです、うん、そういう結局比較で結局人間は検討してしまいますから、まあ高いか安いかもそうですよね、やっぱり何かと比べて高いか安いかっていうような感覚になってしまいます、ね、ありますよね、はい、何でもそうですね、比較対象があるからそういう基準が決めれるんですね。そうですね、ね、それこそ Wii が5万円とかしたら、プレス3も多分6万とかで出しても全然高くなかったんですよ。そうですね。はい、いや、でもドリームキャスターの投げ売りした時代あったじゃないですか。ありましたね。9980円。はい。あれでも売れなかったですからね、でも。それは、そうですね、一度ついたイメージとか、そういう面もまたあるんじゃないかなと。ちょっと申し訳ないんですけど。費用対効果みたいな話ですよね。損気出してでもやっぱり欲しいと思うかどうかっていうのは、やっぱすごく安くてもね。まあそうですね、安くても結局面白いゲームがないと。面白いサービスがないと。うん、まあ、面白いというかやりたいサービスがないと。まあ、手は伸びないわけで。まあ、一時的な任天堂 3DS がそうであったように、まあ、プレイステーションビータにおいても、そこにおいてはやっぱりその最初、どうなんでしょうみたいなのを私自身もちょっと思ってますし、まあ当然2012年こういろいろ展開していきますけど、どの段階においてこうなんでしょうね、コストパフォーマンスといいますか、どん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 その高くはなっていくと思うんですけど、どういうふうにまあ増えていくかみたいな部分も含めて、まあビータの価値観っていうのがどっかで変わってくると思うんですね。今は25,000円へーってなってくるのが、まあいろんなソフトが出る、いろんなサービスが展開される、そして当然まあもしかしたら本体も安くなっていくかもしれない気はします。っていう部分も含めて、どっかの段階で、お、これならいいって思えるボーダーラインを超えると、各、それぞれのユーザーの方がですね、うん、まあ、それがどのあたりでみんなゾゾゾと集まってくるかっていうのが、まあ、ポイントになってくるんじゃないかと思います。やっぱりやっぱりね、名前が分かってるタイトルですよね。ファイナルファンタジー10とか、そうですね。ね、モンスターハンターとか、そういうものがやっぱり一番、手取り早いっていう感じでしょうね。手取り早い。やっぱそうですよ。分かってる、どういうのか分かってるのじゃないと、やっぱりなかなか、辛いかな、というのは気はしますけど。はい。今、結局売れるものってシリーズものが大半じゃないですか。うん。はい。やっぱみんなブランドとか安心感で買ってる感がありますね。うん。はい。そうなりますと、あれですかね、ロンチタイトルとかですと、やっぱりアンチャーテッドやみんなのゴルフとかが、まあ、多少鉄板かなぐらいの話ですかね、ロンチタイトルでは。地獄の軍団ってどれぐらい売れるのって思っちゃうんですよね。あ、ネット上なら随分話題になってます。ええー。でもあれは、まあでもあそこ、あれだけたくさんあるローンチタイトルの中で目立ってるっていう時点でもう、検討した方じゃないかなと。ああ。それなりは行くと思いますよ、あれ。割と。おお。どうでしょうね、ネットの反響が果たして売り上げにそのまま直結するかどうかわかんないですけど、まあ、少なくとも、私の中ですね。私のその印象的には目立ってる方だと思います。ロンチタイトルの中で。そうですね。アンチャーテッド、みんなのゴルフに続く3番手に挙げる人も珍しくはないんじゃないかなと。はいはいはい。完全新作だったらこれ、みたいな。そうですね。それはありますね。物好きみたいな人って絶対いるんですよね。はい。割とそういう。ゼット好きみたいな人ですね。そうそうそう。でも、あれは俺絶対応援する、しますよ。そのシリーズものでないやつ。はいはい、かなり。挑んでるみたいな、そのバックボーンがなくて、挑むみたいなやつは、基本的にこう応援したいっていうのはあるんで。はい。うん、じゃあもうぜひブログで地獄の軍団を、ドカーンと貼っていただいて。買えます？本体。いずれか、じゃあ1回買います。ああ。
発売日に買う。はい、新しいもの好きなので。やっぱあれですか、3G 側。はい、そうですね。あ、やっぱり。どうですか、なんか、なんていうの、通信料金かとかなんとか、その辺の話はどう思いました？